部 A から F の助動詞の活用形を答えよ。活用形？やば、全然わかんないんだけど。あ、ルイ。まだ双葉さんたちは来ていないみたいね。用事があるから遅れるって。ちゃんとチャットをチェックしろやな。なら練習が始まるまで時間があるということね。って待った待った。ん？どうかしたのかしら。この状況で普通読書する？私宿題やってんだけど。それは見ればわかるわ。練習が始まるまであなたは学校の宿題を、私は読書をする。何も問題ないと思うけど。ありまくりだって。私が悩んでるのを見てわかるっしょ。実は今日たまたま宿題を忘れたらさ、明日までにやらないと補習って言われたんだよ。マジひどくね？理不尽すぎると思うね。至極真っ当な判断だと思うわ。いやいやいや、たった一回忘れただけで補習だよ。本当に今週宿題を忘れたのは今日だけなの？確か一昨日も忘れたと思う。先週は？先週は3回。つまり先生は今日のことだけで補習を判断したわけではないわね。今までの積み重ねの結果よ。その度に謝ったのに。普通謝ったらチャラじゃね。あなたの認識が世間の認識と必ずしも同じというわけじゃないわ。ふーん。でさ、今暇？そうね、練習まで時間があるから読書するつもりよ。じゃなくってわかるっしょ。お願い。さっきから要領を得ないわね。言いたいことがあるならはっきりと言って。だから宿題手伝ってってこと。一生のお願い。そういうことね。わかったわ。マジ教えてくれんの？ルイ、サンキュー。別に感謝する必要はないわ。あなたにはいつか借りを返さないといけないと思っていたから。ん？借り？芸術家たちの講演会の準備を手伝ってもらったでしょ。経緯はどうあれ、作業が予定より早く進んだのは確かだわ。そのおかげで私の負担も軽くなった。だからその借りを返す必要があると思っていたのよ。そっか、よくわかんないけど、ルイって案外いいとこあるじゃん。絶対天国行ける。私が保証するよ。私の話を聞いてどうしてそういう認識になるのかしら。最近マジおすすめなカフェ見つけてさ、宿題のお礼に教えるよ。結構よ。ここであなたにお礼をされたら意味がないでしょ。遠慮するなよ。そこのケーキがマジ神なんだって。練習の後に行こう。私の話を聞いていたかしら。お疲れ様。遅くなってごめんね。いいところに。ルイと練習の後に私おすすめのカフェに行こうって話になったから。あ、行く行く。トウコちゃんのおすすめのお店って全部いいところだから楽しみだな。勝手に話を進めないで。私は行かないわ。え、そうなの？トウコちゃんの話と違うけど。キリガヤさんが勝手にそう言っているだけよ。そんなこと言ってないわ。どういうこと？話が見えないんだけど。さあ。たぬきやのお好
好み焼き美味しかったね。元気も出たし、午後の仕事も頑張ろう。あ、マリナさんじゃん。トーコちゃん、こんにちは。どこかにお出かけかな。大正解。これから友達とショッピングモール行くとこなんです。最近ずっとルイの手伝いしてたから、遊ぶのマジ久しぶりでめっちゃ楽しみなんですよ。ルイちゃんの手伝い？あ、それってもしかして芸術家さんたちの講演会の準備のこと？そうそう、マリナさんまた大正解。ルイが出るはずだった演奏会の練習期間と講演会の準備期間が重なっちゃったとかで、私たちが一肌脱ぐことになったんです。いやー、マリナさんたちにも見せたかったな、準備中の私の神トークを。神トーク？ほら、作業してる時って誰も喋らなくなりがちじゃないですか。そうなると空気が重くなって楽しくないから、みんなにいろいろ話を振るようにしてたんですよね。確かに作業が行き詰まった時とかに話しかけてもらうといい気分転換になるよね。やっぱマリナさんは分かってるな。ルイたちも私のトークスキルに感動してたっぽいし。そうなんだ。みんなに感動したって言われたの？そう言われたわけじゃないけど、そんなの顔見れば分かりますって。トークの天才とか宇宙一の MC とか、そんなことをめっちゃ言いたそうにしてましたし。そうなんだ。まあでも私が手伝ったから確定だったとはいえ、ルイが演奏会に出れてよかったですよ。ルイのやつ、演奏会の前は出れても出れなくてもどっちでもいいみたいな感じだったし、演奏中も相変わらず仏頂面だったけど、それでも私には楽しそうに見えましたから。そっか、トーコちゃんにそう見えたならきっと本当に楽しかったんだね。ってやば、もうこんな時間じゃん。私もう行きますね。うん、またね。友達と楽しんできてね。もちろん。